皆さんはデータセンターの冷却問題が今かつてないほど注目を集めていることをご存知でしょうか。 AI ブームによる計算需要の急増で世界中のデータセンターは冷却能力の不足や電力逼迫に直面しています。こうした中、液芯冷却という新たな冷却技術、中でも通常の液体ではなく水に浸す発想が大きな注目を浴びています。電子機器を水に沈めて冷やすなんて一体どういうことでしょうか。本動画ではこの革新的な知力者の推進冷却技術を分かりやすく解説します。最後までご覧いただくことで、推進冷却技術の仕組みや従来方式との違い、導入によるメリットや課題、そして日本の関連企業まで幅広く理解できます。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは驚きの冷却テクノロジーの世界を一緒に探っていきましょう。突然ですが、液芯冷却とは何かご存知でしょうか。液芯冷却とはコンピューターの基板全体を絶縁性の液体に浸して冷やす方法で、近年の高発熱機器に対応するため注目されています。しかし一般的な液芯冷却には課題も多く、特殊な冷媒液を大量に使うためコストは高く、構造も複雑で導入のハードルも高いという状態です。例えば従来はキーファスと総称される不素系化合物を含む専用液体を用いていましたが、環境や人体への影響や気温面の問題が指摘されていました。その上、冷却設備自体の大掛かりさもあり、大規模データセンターへの適用には多大な投資が必要でした。ではなぜ今水による冷却なのでしょうか。ポイントは近年のデータセンターを取り巻く深刻な状況にあります。世界規模のネットサービス拡大や生成 AI の台頭により、データセンター需要は急増しました。一方で電力供給や冷却用の水資源にも限りがあり、冷却能力、電力、水の三重苦と呼ばれる課題が顕在化しています。特に AI 計算に使われる GPU の消費電力は近年急激に上昇しており、以前はGPU1 機で数百ワット程度だったものが、最新の機種では1000ワット級に達しています。空調による従来型の空冷や、冷水を循環させる水冷では、こうした桁違いの発熱に対応しきれなくなる懸念が高まっています。まさに、現在の延長線上にはない抜本的な冷却方式が求められているのです。こうした課題に挑む形で誕生したのが、新潟啓発のベンチャー企業、ジルク社です。同社は日本で液芯冷却技術の研究開発を積極的に行っており、創業当初から液芯冷却の実験に取り組んでいます。従来技術の限界を感じ、2023年から全く新しい方式の開発に着手しました。背景にはこのままでは次世代 GPU を十分に冷やせないという危機感がありました。そこで同社は大胆にも水道水による直接冷却という発想に踏み切ったのです。もちろん水は電気を通すため、普通は電子機器の冷却には使えません。この壁をどう突破したのでしょうか。同社の斬新なアイデアと地道な研究開発によって、この難題は解決されました。開発チームを率いたのは、かつて国内スーパーコンピューター開発で名を馳せた斉藤元樹氏です。同氏が培ってきた知見をもとに、これからご紹介する新冷却方式、推進冷却が生み出されました。その画期的な性能は、台湾の世界的な研究開発機構である工業技術研究院も注目するほどです。 ITRI は2024年に3度にわたる共同実験で、ジルク方式の高い冷却性能を公式に確認し、さらに次世代機の共同開発契約を結ぶに至っています。こうして国際的な協力も得ながら、同社の挑戦は次のステージへ進もうとしています。
それではチルクの推進冷却技術とは具体的にどのような仕組みなのでしょうか。普通の液冷と何が違うのか不思議に思う方も多いと思います。最大の特徴はシュレバイとして日常的に使用している水道水を直接使用している点です。従来は絶縁油など特殊な液体を用いるのが常識でしたが、チルク方式では手軽で安全な水をそのまま冷却タンク内で循環させます。驚くことにこの冷却水は外部に廃棄せず再利用できます。タンク内の水で吸収した熱は熱交換器を通じて二次冷媒に伝えられますが、その二次冷媒には地下水や海水など身近な自然の水を使うことも可能です。加熱された水も蒸発させずに少し水温が上がっただけで環境に戻すため水資源を浪費しません。そのため自然水が使えない立地でもフロンを含まない冷媒を用いた小型冷凍機で水を循環冷却できるのです。環境負荷を最小限に抑えつつ冷却できる仕組みですね。とはいえ基板を水に浸すと聞くと本当に大丈夫？ショートしないの？と心配になるでしょう。ジルクはこの点に独自技術で対処しています。電子回路の重要部位は特殊なフィルムでコーティングして水を遮断、逆に大量の熱を発する半導体チップ部分には水と直接触れる専用開発の熱伝導構造体を装着しました。こうすることで水だけどショートしないという理想的な状況を実現しているのです。さらにチップ以外の部品も柔軟な絶縁フィルムで覆い、電気的短絡を完全に回避しています。もちろん長期間の使用でフィルムの継ぎ目から水が染み込むリスクも考えられますが、そこも抜かりはありません。長期使用でも水漏れしない特殊構造は考案実用化されており、高価な GPU 基板を水没させても壊さない信頼性を確保しています。こうした工夫によりジルクのシステムは安全面の課題をクリアしました。肝心の冷却性能はどうなのでしょうか。結論から言えばその性能は従来比で桁違いです。例えば一般的な水冷や油浸式の液浸冷却では発熱度大きい GPU を冷やしても温度維持はせいぜい80から100度程度が限界でした。ところがジルクの C 方式ではGPU 温度をわずか20から30度にまで保つことに成功しています。チップ温度を常温レベルに抑えられるというのは画期的ですよね。これにより半導体への熱ストレスが激減し故障率の低下にもつながります。さらに温度低下の恩恵である種の GPU では消費電力を半分以下にまで削減できた例もあります。冷却システム自体の電力は循環用ポンプ程度でわずかなので、データセンター全体の消費電力を 75% 以上削減できる可能性さえあるのです。実際にジルクの試作システムについて ITRI が行った検証では 1000W 級の GPU を25度以下で安定稼働できることが公式に確認されています。この驚異的な冷却能力は他の液冷方式と比べても現時点で約10倍にも達するとされ、まさに次世代を担う可能性を示しています。またジルク方式は省スペース化にも優れています。大型空調設備が不要な分設置面積を大幅に縮小でき、システム全体をとてもコンパクトにまとめられるのです。具体例ではデジー社の高性能チップを3個搭載したボード24枚、合計72個の GPU を1つの水槽に浸すことで 66kW もの熱を冷却できるといいます。水槽1台の占有面積を約 6.6 平方メートルとすると、4槽で約26平方メートル、レイアウト次第では最低限の保守スペースを含めても約30平方メートル規模に収まる可能性があります。これは一般的な空冷方式より大幅に小スペースであるため、建物も小規模で済みそうです。安価なコンテナやユニットハウスで対応することも可能になるでしょう。運用コストも大幅に減らすことができ、試算では5年間で
従来比 50% 以上のコスト削減につながるといいます。このようにジルクの推進冷却は冷却性能、省エネ、省スペースの全てにおいて従来技術を凌駕する可能性を示しています。まさにデータセンターの常識を変える革新的技術と言えるでしょう。日本の関連企業、ここではジルクの技術革新に関わりを持つ日本企業3社を紹介します。クエータ AI、 未上場。クエータ AI は東京都に本社を置くスタートアップ企業で、 AI 用途の GPU システム開発や省エネルギー半導体システムの研究開発を手掛けています。2024年設立と新しい会社ですが、国内外のセンター企業と連携を広め、医療、生命科学向けの AI データ処理システム企画や画期的な冷却技術による高性能化にも取り組んでいます。組織は小規模ながら、試作と量産設計の橋渡しに強みがあります。同社はジルク社と2025年4月に技術提携を結んでおり、ジルクの推進冷却技術を自社の新製品開発に採用する計画です。今後ますます性能向上する半導体を効率よく冷やして故障率を下げ、寿命延長と省エネを実現するのが狙いです。国内の半導体設計企業との接点が多く、計算、メモリ、冷却の同時パーソナライズで差別化を図ろうとしているのです。水冷に適したボード設計や被覆材の選定、量産性の観点での実装ルール作りを担えると優位性が高まります。 NTT データ、証券コード9613。 NTT データは国内大手のシステムインテグレーターで、データセンター事業を世界で拡大しています。同社は液体冷却の常設検証施設を2024年に開設し、液芯や水冷ラックを並走比較できる体制を整えました。この検証施設では実際のサーバーを使って冷却水の温度や流量の最適な条件を確認できる点が実用的です。水冷システムの実証実験では、既存の冷却水設備と組み合わせて段階的に導入効果を評価できます。さまざまなメーカーが参加する共同検証の場でもあり、ジルク方式の性能評価や他社方式との比較にも適しています。世界各地の拠点と連携した展開が実現すれば、部品調達から工事、運用までを統一することで規模のメリットを生み出すことは可能です。ジルクの水冷システムは有害物質を含まないため、将来の部品調達や環境規制の面で他社との協力関係を築きやすいと考えられます。さらに既存設備の改造や保守作業の手順を統一できれば、国内での導入スピード向上にも期待できそうです。フリタ工業、証券コード6370。フリタ工業は冷却水やボイラー水の管理、蒸留水製造、排水リサイクルなど産業インフラの水循環最適化に強みを持つ水処理専業企業です。同社は環境規制の強化や省エネ、省資源ニーズの高まりを背景に、持続可能な水利用と産業の競争力強化を両立するソリューションを提供し続けています。国内外で約30カ国に拠点を展開し、アジア、欧米の大手半導体、電子部品メーカーやデータセンター事業者とも多数の取引実績があります。データセンター向けの継続的な水処理や監視サービスは普及に比例して需要が増える分野です。循環水の品質維持は水冷システムの重要な要素であり、水の電気伝導度、金属の劣化、微生物の管理が性能と信頼性を左右するのです。同社は初期導入時の洗浄や表面処理、運用時の遠隔監視と薬品注入の最適化、定期洗浄まで一貫して支援できます。そのためジルク方式が普及することで、冷却水の水質安定と衛生管理の技術を生かした長期契約が期待できます。いかがでしたか？ここまで
ジルク社の推進冷却技術について、その背景から技術的特徴、日本の関連企業まで見てきました。データセンターの冷却革命ともいえるこの技術、皆さんはどのように感じられたでしょうか。従来の常識を覆す水に浸す冷却は一見奇抜に思えるかもしれません。しかしその裏にはデータセンター業界の切実な課題と、それを解決しうる意にかなった工夫という背景があることをお分かりいただけたと思います。この技術の最大の魅力はそのシンプルさにあります。水道水という身近な資源を活用することで、特殊な冷媒液に依存せず、環境負荷も最小限に抑えられます。さらに冷却性能が従来比で桁違いに向上し、省エネ、省スペースの効果も期待できるという、まさに理想的な解決策と言えるでしょう。今後の課題としては、同規模データセンターでの実証実験の進展や国際的な規格統一、そしてコスト競争力の向上が挙げられます。台湾の工業技術研究院との共同開発契約締結など国際的な評価も高まっており、技術的な信頼性は着実に向上していると言えるでしょう。もしこの技術が広く実用化されれば、 AI 時代における膨大な電力消費と熱問題を大幅に緩和し、私たちの生活を支えるインフラを持続可能な形に変えていけるかもしれません。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。